はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の対数とその性質丸2をお送りします。で、前回からね、対数が始まってこれ2本目です。で、今回はもうポイントとかなしで普通に問題を6問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば今からね、全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回から、まあ、前回もね、ログについてやってもらったんですけど、ログ結構計算とかしていくときに変形とかもするんで、技があるの、いろいろ。こういう時はこういうことができるよみたいなのを今回とか、まあ、次回の動画とかを使って覚えていってもらいます。結構いろいろあります、ログに関してね。で、まず1個目、まあ、この3問に関しては次の値を求めます。で、ログ2の16がいくつなのっていう。で、これもログの1個の技なんですけど、これ進数の部分あるでしょ、16の部分、ここが何とか乗になってたら、まあ、それをまず変形します。で、定と揃えられるんだったら揃えてください。例えば16って2の4乗なんだよね。だからこれ書き換えるとログ2の2の4乗って書き換えられます。で、これですね、多分教科書とか先生とかでもここの段階でこういう先生もいると思うんですけど、定と進数が揃ったら肩の数字だけ出てくるよみたいな。つまりこれ答えから言うと4なんです。これ答え、定と進数2と2で揃ったでしょ、そう、6が全部消えて4が出てくるよみたいな。いい、ただ個人的にはそう覚えるんじゃなくって、まあこうね、先生言ってくれる人もいっぱいいると思いますけど、これ定と進数が揃ってなくてもいいです。もう揃ってなくてもいいから、進数が何とか乗になったら肩の数字って前に出てこれます。だからこの段階で4が出てくるの、前に。で、ログ2の2ってこう変形ができるの。ここの4乗が出てきただけ。で、もう一個覚えてほしいのが、定と進数が揃った時、ログ2の2とか、ログ3の3とか。これって1なんです、これ。いい。ログ3の3も、ログ4の4もね、揃うと1になると。だから、4、かける1なんで4になるんです。って、ぜひ覚えてほしい。俺はこっちの方が好きなんで。いいかな？だからこうやって、進数の部分が何とか乗になったら出てくるよって。これ大事っす。え、でもまあ、定と進数揃えられるんだったらね、揃えた方がいいですけどね。楽なんで。で、次がログ3分の1の9です。で、これも、9を3の2乗って考えると楽なんですけど、定が3分の1なので、あえて3分の1に合わせます。で、どう合わせるかっていうと、ログ3分の1でしょ。で、9は3の2乗でしょ。それのひっくり返ってるから3分の1って。で、ひっくり返すにはマイナスをつければいいから、マイナス2乗になります。で、これもさっきと同じように考えると、肩についてるマイナス2が出てくる。で、ログ3分の1の3分の1揃ってるからこれ1なんです。つまりマイナス 2×1 だから答えはマイナス2になるよって。いいかな、まあ、こんな感じで。ラストも大事なログのね、ルールで、ログルート3の1です。いい、これ何が大事かっていうと、ここ進数が1になった時、進数ねが1になったとき、これ必ずログって0になります。これは定がいくつでも、ログ5の1もそうだし、ログ1万の1だってそう、全部0になります。で、これは前回の変形のやつを思い出すと分かりやすくって、変形すると、ここ分の、ごめん、これのこれ乗、つまり、ルート3の0乗が1って書き直せる、指数に直すとね。で、指数のときやりましたけど、0乗って何の0乗も全部1なんだよね。だからそこと連動してる、これは。で、結構指数のと対数の混ざりやすいので、対数はログほにゃらの1、進数が1だったら絶対0だよというふうに覚えてください。で、これがまずルールで、次それ使って計算していきます。ちょっと違うルールも使いますけど、
で、まずログ6の9プラスログ6の4です。で、これもすごくログの大事なルールで、ポイントとして手が揃ってる、これ2番もあ、ごめん、5番もそうなんですけど、手が揃ってる時、足し算だったらこれ手は変わらないです、6のまま。足し算だったらここの進数とここの進数かけることができます。足すじゃないからね。つまり串36に変形ができるんです。いい？で、こう変えられて、あとは36が6の2乗です。つまりちょっとカッコしようか、ログ6の2乗になると。で、これ上と同じです。肩の数字が出てきて、ログ6の6は1だから、だから数字としては答え2になります。まあ、覚えてほしいのは、手が揃ってて足し算だったら進数をかけることができるよっていう。で、次が手が揃ってる、今度は引き算です。で、まあ大体ね、足し算が掛けだから引き算は割りでしょっていう感じなんですけど、その通りです。割ればいい。だからこれはログで、間違っちゃいけないのは手は変わらないです。3は3ね。で、2割る18なので18分の2になります。まあ分数にするとね。で、18分の2、これ9分の1なので、ちょっとこっち行こうか、よいしょ、ログ3の9分の1、まあ3に合わせようか。3の9使うには2乗でしょ。で、さ、こうやってもやりましたけど、ひっくり返すためにはマイナスが必要なので、9分の1っていうのは3のマイナス2乗になります。だからさっきと同じで肩の数字が出てくると。で、ログ3の3は1と同じなんで、答えはマイナス2になるよって。これも大事なルール。で、今は、引き算がこうやってくっつけると割り算になるみたいな形でやってるんですけど、その逆もあります。進数が分数になってたら、こういう風に引き算に分解することもできる。それを今からここで使います。いい？逆もあるからね。で、これね、最後ちょっとややこしいです。6番、4ログ2のルート2プラス2分の1ログ2の3マイナスログ2の2分のルート3と。やめてくれっていう感じがしますけどね。で、これは直せるとこ直していきます。今この段階で知ってる技はそんな多くないので。で、何使うかっていうと、まずここです。これね、下行ってこっちに流れればいいか。まずちょっと4層も行きましょう。で、ログ2のこれルート2、ルートってのは2分の1乗だから、2の2分の1乗と書き直せます。一応置いときましょう。で、次、これはですね、ちょっと変えることができないので、この段階だとね、プラス2、あと2分の1ログ2の3と置いておきます。で、ここです。ログ2の2分のルート3、これはさっきもやったように、引き算とここの進数は分数にすることができると。まあ割り算だからね、こう持ってこれるじゃんか。つまり2分のルート3になってるのをこう分解することができる。いい？こうなってるのをこういう状態、こうやって、いい？で、今ちょっとマイナス、このマイナスね、カッコにしておきます。ログ、手は2なんで、手はログ2のままにして、まず上の2ルート3を持っていきます。で、マイナス、引きだからね、割り算するためには引きだから。で、こっちももちろんログ2で分母の2が来る。これ多分ね、最初ちょっとややこしいと思うんですけど、もう一回戻ると、こっちログ2ルート3、ログ2のルート3マイナスログ2の2、定が2で揃ってて引き算だから、ルート3と2をこう割ることができる、こういう状態。つまり戻るんだよね。で、その逆をしてます。こうなってるのを分解して引き算に戻してるの。で、こそ何が起こるかっていうと、これちょっと計算していきます。ここ入ってるかな、大丈夫ね。これ肩の数字2分の1が前に出てきます。で、4とかけるから2になる、約分して。で、出てきてログ2の2は1だから、ここつまり残るの2なんだよね、この部分で。次ちょっとこれ何もできないんで、これはこのまま書きます。2分の1
ログ2の3と入ってるね、最後ね。で、マイナス分配します。で、マイナスなんですけど、ここ、3の2分の1乗です。ルート3だから。3の2分の1乗。前に出てくるから、2分の1が。出てきて、ログ2の3が残ります。ちょっと暗算入れたんで、もう一回言うね。マイナス配りました、分配で。だからマイナス。で、ログ2のルート3。ルート3が3の2分の1乗なんで、2分の1が出てきた。で、ここまで全部消えてくれたんですけど、ログ2の3消えないんで残してください、このまま。ただ、2分の1が出てきただけです。で、次、マイナス分配して、プラスに変わる。ログ2の2、揃ってるから、これ、1と同じだからね。で、ラスト。ここ、2分の1、ログ2の3、マイナス2分の1、ログ2の3、同じなんで、引きで消えます、これ。で、残ったのが2たす1だから、3だよと。いいかな、こんな感じでぜひ解いてみてください。で、次回以降もちょっといろいろねルールが出てくるので、まずここまで復習すると、しっかりね。で、ログに関してはやっぱりログって存在が初めてなので、しっかり覚えておかないと、結構曖昧に流しつついくとね、結構痛い目見ます、後で。だから一個ずつ、例えばね、手が揃ってて足しやったらかけることができるよとか、引きだったら割ることができる、で、それの逆の分解もあるよみたいな、そういうこともできるんだっていうのを確認していってください。では今回は高校数学数2の対数とその性質丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、まだ続きます。これ丸4までね、一応続いていくので、もしよかったら次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です、ありがとうございました。